いつもご視聴ありがとうございます。ボーリング4番5番7番のスプリット。4、5、7。こんなスプリットよく残ることありませんかこの4番5番7番が残る原因をいくつかご紹介したいと思います。まず、 1>, 1番目薄くピンに1番ピンに薄く当たりすぎてこの状態が残るこういった時は2通り方法があります対処法なんですが2枚板目を右に立って右利きの場合の方ですと右に板目を2枚右に立って 今まで通してたスパッドを通すことで、まあ、対処できる場合もあるんですけどもそれでもし対処できない場合ですとスパッドを右に2から3枚変えて投球するというのがこの4番5番7番のまあ原因でもあります4番5番の7番がよく残る方はボールが薄く当たりすぎていますので 連続で457が出てしまう場合は早めに右に痛め2枚ずらすかスパッとを変えるなどしてしっかりと対処するようにしましょうこのようにスプリットいろいろなスプリットがあるんですけども、まあ、スプリットの癖といいますか対処法が中には何パターンかだいたい決まっているものも 多いので、しっかりとそのスプリット、残る原因っていうのを、スプリットごとに把握しておくっていうのもえ、中で大事なこととなってきますし、スプリットを出さない原因にもつながりますので、ぜひ、えー、そのようなスプリット、まあ、様々あるんですが、スプリットごと、自分がよく出すスプリットの特徴、なぜ出てしまうのかについて、把握して、 いいただくこととも重要かなと思いますでそのスプリットなんですがまあ出さないことにするというまあ練習をまあやる方がまあほとんど多いかと思うんですけどもえたまに練習の時に取、ね、る練習も一応してみてください練習では絶対に取る練習っていうのはまあ,まあされることはないんですが 僕は結構まあスプリットを取るっていうのが楽しくて、スプリットを取るという練習をしています。練習することによって、自分が痛め右、右に3枚立つのか、2枚立つのかっていうこともしっかりと自分の玉筋などで把握できてきますので、皆さんもぜひあのスプリットを取るという練習もぜひ一度試してみてください。 今回も最後までご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたしますこの動画に関するコメントもお待ちしておりますのでぜひどんどん書いていってくださいそれではまた次回お会いいたしましょう